コープランドとは、アメリカ合衆国フロリダ州にて結成されたエモバンドである。優しくて透き通るような歌声、そして美しくて繊細なメロディが特徴的。2000年に、アーロン・マーシュ、ジェームス・ライクネスを中心に結成。2001年に、セオリー8レコーズから、バンド初の正式音源となるパシフィコとの、スプリット EP をリリースする。2002年に入ると、 当時ルーフィオやアクセプタンストーンが所属していたロサンゼルスのインディーズレーベルザミリシャグループと契約を結ぶ。そして2003年3月23日にデビューアルバムビニースメディシンツリーをリリース。2005年3月22日にはセカンドアルバムインモーションをリリース。ビルボードアルバムチャート初登場115位を記録する。また同アルバムは ビルボードオルターナティブニューアーチィストの部門で見事ナンバーワンに輝き、その直後にヤフーミュージックが実施したフー・エ s ネクストコンテストでも優勝を果たしており、彼らを一躍有名にした作品となった。2006年10月31日にはサードアルバム Eat, Sleep, Repeat をリリース。ビルボードアルバムチャート初登場90位を記録する。 2007年7月18日に当時ベーシストだったジェームス・ライクネスが大学時代に専攻していたグラフィックデザイナーへの道に進むためバンドから脱退する。その後はしばらく3人編成で活動を行っていたが新メンバーにスティーブン・ローレンソンを迎え入れ再び4人編成となった。2007年11月20日に自身の未発表曲を集めた コンピレーションアルバム、ドレスドアップインラインをリリースした彼らだが、その作品を最後にザ、ザミリシャグループから離脱し、メジャーレーベル EMI 参加のトゥースネイルレコーズに移籍。そして、2008年10月14日に、ホースアルバム、You Are My Sunshine をリリースし、ビルボードアルバムチャート初登場48位を記録。なお、同アルバムの日本国内版が、 ベイリリースより3ヶ月遅れた2009年1月14日にリリースされている。2009年10月29日に2010年春のツアーを最後に解散することを発表。2014年彼らの公式 Facebook にて4年ぶりに再結成することを正式に発表する。復活作であり、通算5作目のスタジオアルバム、イクソラを海外で10月31日に発売される。 スタジオアルバムの発表は2008年の You are My Sunshine 以来6年ぶりである。ありがとうございます。